スターミー発見、時間ギリギリに到着です。残り時間が少ない。これだと1回しかできない。レベル3のレイドで、これは無茶だろうか。いや、水タイプに対してはポケモンが揃ってるので大丈夫だろう。グランブルはやばかった。今日も俺の無料レイドパスが火を吹くぜ。バキューン。おすすめはこんな感じです。これでもいけそうな気がします。確実に勝つべくライコウを先頭に持ってきました。やっぱり伝説のポケモンは頼りになる。スターミーのゲージ技はハイドロポンプ、そこそこキッといった感じです。それにしてもライコウの使い勝手が良すぎる。火曜画でも絶賛活躍中。この辺だとまだ不安な私。スターミーの体力ゲージが黄色になった。これはこのままならいけそう。ソーラービームがスターミーの中心部に思い切り突き刺さる。これは絵的にかなり効いてそう。3体目のナッシーで終了でした。スターミー恐るに足らず。とりあえずパイルのみで行ってみよう。サメ肌みたいな荒ぶりだったら怖いけど。真ん中が的みたいになってるので当てやすい。よしスターミーゲットだぜ。いまいちのようだ。その後ポケ活してたら、爽やかな朝で出そうだなって思ってたら出ました。金恋は数体目だけど実にいい。金恋ゲットだぜ。
色違いかもって思ったけど、そうは問屋が下ろさなかった。